かわいい、お弁当食べてる。いただいてますよ。ね。アミラメイク中で。そうなんですよね。睡眠で全然違う。次の日も。あ、本当可愛いね。キラキラ。あ、すいません。あら、いいよ。やばい。私まだ髪の毛でやってないから。あ、いいよいいよいいのね。やってな。いいよいいよ。あ、可愛い可愛い。いい。くたんしてね。はい。いい。可愛いよ。いいよ。はい、あ、ありがとうね。あ、映ってないよ、今。もう一回ね。カニ、あ、いいよ。かわいい。楽しみですね。楽しみです。頑張りましょう。あんりもお弁当食べます。はい、じゃあ、あ、かわいい。上向いてる、かわいい。かわいい。受けたことない記者会見。受けるとかもないでしょ。では、参ります。カニパーティー。松葉ガニのカニ鍋でございます。主役の松葉ガニに加えるのは白菜、ネギなどのシンプルな具材でございます。私たち今からそれぞれ鳥取愛をプレゼンしますんで、知事にもう直接私たちの中で誰がリーダーか決めていただいてもいいですか。こちらに写真があるんですけれども、駅がピンク色、全体的にピンク色になっておりまして、豚骨って結構馴染みがありますけど、牛の骨から取ったスープということで、これがなんとほんのり甘くて、牛の旨味をギューッと感じながら、あー、牛だけに有名ですね。もう私は名探偵コネ、名探偵コナン熱い思いが込み上げてね、名探偵コナンに出会ってから人生が本当に輝き出してね。なかなかここつけがたいもんですから、はい、今日あの食べっぷりが一番良かった田辺さんにお願いします。はい、おめでとうございます。盛り上げてくださいましたぼる塾の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、私たちは今ですね、鳥取岡山新橋館に来ております。はい、今日はここでお買い物したいと思いまして、はい、案内してくれます奥田さんです。どうぞ。お願いします。鳥取県職員の奥田と申します。よろしくお願いします。お願いします。いいお帽子で、お帽子かわいい、はい、あのこれをかぶると人格が変わる明るくなれるんですね、はい、あ、よかったです。お帽子でご案内させていただきます。今日はじゃあよろしくお願いいたします。お願いします。いろいろありますね。カニがもうすでに歩きもせず一歩目で欲しい。一歩目でもこれはカキ、あんこがき、カキ、カキ、カキ、こちらにですね、はい、バターを挟んでお召し上がりいただくと、わー、美味しそう。あとの食べ物、うわ、田辺さん好きそう。わあ、いいですね。あ、有名な白バラ牛乳。大好き。大好きです。牛乳だけじゃなくて、お菓子などの加工品もたくさん作られております。20世紀の梨の、ね、ゼリーなんかも出てるんですね。お梨のゼリー。はい、あ、これいただきました。これいただきました。これあの鳥取行った時に、はい、ホテル、はい、旅館のもう最初のお茶菓子として、お茶菓子でもうこれがあって、これめちゃくちゃ美味しかったです。冷やしてお風呂上がりに食べたんだ。はい、これも美味しそう。白バラ牛乳使用の美味しいクリームシチュー。私好きな食べ物クリームシチューで、白バラ牛乳も大好きで、大好きなのと大好きなの組み合わさってて、これいいじゃない。もう幸せ、私のための、ね、出たラッキョ、ラッキョ、うわ、私もう選んじゃおうかしら。あら、私ラッキョが欲しいの。美味しいの、鳥取のらっきょう。ありがとうございます。旅行行った際にですね、らっきょうもいただいて、はい、めちゃくちゃ美味しくて、で、いろいろあるんですけど、はい、甘酢も美味しかったんですけど、気になるのがね、梨の
え、梨？梨らっきょうがあるんです、これどうですか、奥田さん。あ、日本一の生産量を誇る、はい、梨とらっきょうの組み合わせ、ね、最強だと思います。これと、はい、これ甘いんですか。普通に甘酢をいただこうかしら、はい、これ買おうかしら、はい、ありがとうございます、はい、いやどうですか、二人は何かこう気になったものとか。いや、あります。あ、あります。やっぱあの牛骨がね。あ、牛骨戻りますか。ありました、気になって。牛骨ラーメン、ありましたね。そうどんもある。意外とあっさり系。食べれなかったんだもんね、唯一旅行で。そうなんです、ね、そうなんです。時間がなくて食べれなくて、はいはい、こちらにします。ありがとうございます。私これです。あ、やっぱり、はい、ありがとうございます。もう絶対買うって決めてました。ダブルで、ありがとうございます。家でも作って、あのレトルトでもいただきます。いいですね、はい、ありがとうございます。いや、決まりましたよ、みんな。奥田さんのおかげで。もしよかったらダブルでいかれます。あら、確かに牛だしうどんいったら。確かに、牛骨だしうどん。ぜひお味見してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。さあ、2階に移動してきましたけれども、はいはい、特別ゲストがいらしております。平井伸治知事でーす。やったー。どうもありがとうございます。今日はわざわざここまでお越しいただいて本当ありがとうございます。我がアンテナショップありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、衣装もカニで。もうやっぱりね、カニ尽くしで。カニ尽くしですね。この季節はもうカニ取り券になってます。カニ取り券で。美味しい季節になってまいりましたね、本当に、はい。ありがとうございます。いや、私たちね、あの、鳥取県に、私と田辺さんは、田辺さんの40歳のお誕生日に、はい、旅行にプライベートで鳥取県。あの、10月18日。あ、そうなんです。あの、田辺千佳が誕生した、はい、記念すべき日ですよね。プリンセス誕生日。そうなんですよ。クラブプリンセスが。クラブプリンセスが、ね、生まれましたけれども、行ってまいりまして、はいはい、もうまずは、あの、鳥取のね、あの、湖南空港、はい、湖南好きにもぜひ行ってほしいんですけど、ね、食べ物も。あ、食べ物、食パラダイスですよ。食パラダイス。もうカニだ、梨だ、カキだ、あ、そうそうそう、鳥取和牛もこれも絶品です。いただきました。旅館で鳥取和牛もいただいた、あとモサエビもいただきました。そうですよね、牛骨ラーメン。牛骨ラーメンまだたどり着かなかったんです、美味しいものがたくさんあって、はい、で、あの、ここはですね、実はももてなし屋というのが2階にありまして、はい、ここがあのいわゆるその地元レストランになってるんですよ、うん。あ、で今日ここで特別メニュー、ここでしか食べられない特別メニューを用意してます。あ、じゃあここでもいただけるんですね。ぜひ今日はですね、ご賞味いただきたくて、あら、プリンセスさんをはじめ、お肉の皆様に、はい、ありがとうございます。ご用意しております。さあ、一品目が参りましたけども、知事、こちらは左側、ここがこれが豆腐ちくわという。豆腐ちくわ、これはね、鳥取だけだと思います、でなぜかというと、あの、はい、昔江戸時代にお殿様が魚は贅沢だと、はい、で魚のすり身をあまり入れなくて、大豆で、基本作ってるんですね。だからとってもヘルシーです。あららら、嬉しい。それからあともう一つが、はい、あの、砂丘らっきょう。砂丘らっきょう、鳥取砂丘でこのらっきょうが取れるんです。この豆腐ちくわからいただいてもいいですか。お刺身ですから、これこのままお醤油で、お醤油で召し上がっていただいて、はい、いただきます。いただきます。いろんな豆腐ちくわも出てきました。うん、美味しい。 ありがとうございます。美味しい。ちゃんと歯応えあって、満足度がすごいですね。そうですよね。噛めば噛むほどこの大豆のこの甘みみたいなものが増しますね。あの、お魚とよく似た味なんですけど、やっぱりね、大豆のヘルシーな、大豆の甘みもします。美味しい。ダイエットにもいいですね。ダイエット、おやつにぴったり。しかもこれサラダとかに入れるんだったら、こういう豆腐の味が少しした方が、なんなら合うんじゃないかって思うぐらい。我々、うんうん、これ400年食べてますから。400年ずっとですか。そうそうそう。美味しい。ぜひ、あの、らっきょうの方も、あの、召し上がっていただいて。うわ、美味しい。一枚一枚の歯ごたえが抜群ですね。ありがとうございます。合わさって。はい、このセット、もお酒の、そうですね。本当そうだね。ここにあのお酒用意してますので。ありがとうございます。これ酒じゃないです。水はいいです。みんな焼酎いただきます。品目もまたこれすごいですね。箱根これは結構ねボリュームあります。その名も食パラ丼。食パラ丼、食パラ大豆丼ですか。食パラ丼。鳥取和牛の、はい、あの、桃三角っていう部位を使ってるんですけども、はい、あの、上の方はあのローストビーフでしょ、はい、下ステーキですか、ね、いやー、これ一緒になっていいんですか、こんなワンプレートで。いやいやいや、すごいコラボレーション。今日はね、ちょっと普段より多いような気がしますやっぱりぼる塾さんのために、あら、ありがとうございます。いや、迫力がやっぱすごいですね。大好き。う
で、あのお米は星空米っていう、あの私たちが、素敵な、ずっとあのコシヒカリの、まあ、子供みたいなもんですけど、コシヒカリの美味しさと、それからあの、まあ、なんて言えば食感のいいですね、ちょっと小粒なんです、コシヒカリより。そうなんですね。味わっていただいて、うん、おいしい、おいしい、多分柔らかいと思います。柔らかい、柔らかくて、この肉の旨みが、うん、そうですね、油分が違うんですよね、はい、だから安心して食べていただけるんです、うん、めちゃくちゃ返事が、はい、いや本当に油の感じが、うん、違うんですよね、はい、サラサラっとした油の感じです、はいはい、食べやすい、下のステーキもめちゃめちゃ美味しい、また全然ぜひぜひ、またちょっと違うと思います、また違いが合う、ぬくもりがあってね、ステーキの方が、うん、ご飯と合う、ご飯が美味しい、いやこんな贅沢していいんだ、ウニと一緒に、ウニと一緒にね、すごくないですかこれ、あのこのウニもあのちょうどこの、あのステーキの味わいに合うようなウニを選んでます、はい、はい、いやこの成功者の絵面ですよね、はい、お肉にウニ乗せるっていう、まあ今日はいい仕事になるように、いやめちゃくちゃ美味しい、そんないい仕事ない、うやすぎる、うまっ、まあ、得意前なんで、あのもっと食えってことあああ、すいません、ちょっと、ちょっとちょっとペースが早いですよ、あなたにあなたほんと一つも出せてないんですよ、いやいやいや、だから早すぎて、いやいや、ちょっと水で滑ったですね、ずっと食べちゃいます、うん、うん、ありがとうございます。三品目でございますけれども、なんだ、いやー、何をやってるんですか、何してるんですか、何をしてるんですか、2人で、わー、わ、何これ、カニがいっぱい、何ですかこれ、知事、これはあの松葉ガニ、今が旬の松葉ガニです、例えばあの焼きガニとかですね、はい、あの香ばしいものとか、え、もうぜひいろんな食べ方で、はい、焼きガニ、天ぷらもある、天ぷらと、はい、うわ、チラシ、どうする、はい、これじゃないですか、竜宮城、いや、そうだよ、私亀助けたっけって思う、もう腕まくってんだけど、早く私がボケてる間に全然聞いてなかった、お前がボケなんだよ実際ねお前がやってくれ、いやもう何も考えられない、私が竜宮城って言ってる間に、そうだね、どうするさあ、一人ずつ取り分けていただきます。ありがとうございます。田辺さん、待ちきれないということで。待ちきれない。焼きからいきますか？あの地元の人はね、なかなかこれが一番美味しいっていう。へ、はい、美味しそうですね。うわ、あ、向こうだ。うわ、あるうまいです。先に向こうの前に。あ、美味しい。焼いてるから、こうシンプルなね、こうカニの旨味が。皆さん、あの茹でガニのイメージがありますけど、はいはい、あれだと多分ちょっとその成分が飛ぶんですかね。うん、確かにこうキュッとこう締まって味がこう、うん、濃いですね、はいはい、旨味が、ね、香りすごいね、焼いたことによって、すごい美味しいです、焼きガニうま、天ぷらにも行ってみますか、ね、行ってみましょう、うん、サクサク、うん、美味しい、うま、うん、あ、このお塩も美味しい、うん、うん、うまい、おいしい、焼いたカニはこうまみがギュッて凝縮されてる感じですけど、はいはい、これは甘みがカラッとしてね、はい、すごい、はい、おいしい、食べ方でまたおいしさも違いますね、うん、にーって、カニだけににーって、土産がと、カニーって土産が止まらないですね、うん、止まらないですねこれカニ手放したらブチ切れますか今のだるからカニ持ってるからまた手に入れて、ね、ちかちゃん、うん、今持ってないから危ないよ挟むよ挟むよ、これは何ですか、それはあのチラシにしてありますけど、あの親ガニという、はい、あのメスのカニですね、これプチプチプチっとこうね口の中で弾けるような感じ、弾けるような、はい、あ、卵も美味しい、うん、弾けますね、この食感がまた、うん、あ、プチプチ、あ、美味しい、美味しい、チラシですも、わあ、幸せだ、うん、おいしい素晴らしいわ、カニパーティーだ、うん、カーニバルですカニ便利です、カニカニバルですね、いかにもいかすごい、授業とかあるんですか、そのカニのダジャレの授業で受けてきたみたいな、そんなことだよ、ね、こちらはデザートですか、デザート、はい、プリンの3点盛りでございます、うわー嬉しい贅沢ですね。まずはあのスナープリン、はい、これあの、まあ、全国紙で、ナンバーワンのプリンというふうに全国で選ばれて、素晴らしい、いろんなプリンがある中、上にこうカラメルを
はい、あの上からかけるってことですね。2つ目が、大江の里という、はいはい、卵1玉100円のところです。卵の旨みを感じていただければと思います。で最後はあのこの間召し上がったカニプリン、はいはいはい、でございまして、まあ、ぜひあのカニと卵の出会った、その風味を楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。じゃあまずスナプリンからいただきましょうか。わーい、粉末状になってるから絡みますよね、このとろっとしたプリン。わー、おいしそう。いただきます。カラメルですか、ね、カニじゃなくてもいけるんですよね。うん、おいしい。プリンが滑らかな分、この粉末状のこのカラメルの食感がすごく楽しいですよね。あ、 ありがとうございます。うん、まあ、砂、 ますね、砂を噛むような感じですけどね。でもそれが快感じゃなくて快感っていうね。そうですね、ありがとうございます。2品目もいきますか、はい、これがぜひぜひ。これが大江の里っていうところで、あのこう鶏をですね、平飼いっていうんですけども、はい、棚状にして割とね、飼います、あれストレスがたまるんですよ、はいはいはい、でストレスがないようにこう放し飼いのような形で地面で飼ってる、じゃあすくすく育ったり、とってもこだわって作ってますね、おいしい、うん、また全然違う味わいですね、まだこれは本当に卵の、あのまったり感が出てると思います。プリンおいしい、ここの、あ、おいしい。プリンっていうのは難しいんですね、やっぱ素材が、はい、あの材料が少ない分、やっぱ卵、牛乳、砂糖とかさ、少ない分めちゃくちゃ難しいの。だからこそ素材の味が大事になってきて、卵の味がとてもしっかり濃いからカラメルにも負けないですね。カラメルも本当ちょうどいい濃さで、うんうん、混ざってもちゃんと卵の味がしっかり残ってる。あ、これは本当みんなが好きな。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。まあ、正統派のプリンだと思います。あの正統派の中の、はい、もう極上というか、はい、ありがとうございます。結構贅沢感もありますしね。じゃあ3品目がこちらが、おかず感覚です。これが不思議ですよね、はい、ハニプリン、すごい、いくらも乗ってわさびも乗ってるんですよ、はい、うん、うわ、これ今一口入れただけでもうこの一つ食べたんじゃないかっていうぐらいの満足感が、ありがとうございます。こんな口の中贅沢なことない。あ、美味しい。こう出汁が効いてるってよく言いますけど、はいはい、その出汁なんて言葉じゃ梅もう言い表せれないぐらいの。わかる。こういう海鮮系のものをこうやって冷たくしたらやっぱ生臭さとかそういうのが気になったりするじゃない。うん、でも生臭さが一切なく。本当に旨味だけで、うん、とっても美味しいです。いや、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございました。美味しかった。さち、今日はですね、もう記者会見からここまで本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にどうも。いや、本当にこんな美味しい思いをさせていただいて。そうですか。田辺さんもちょっと止まってなかったですからね、食べる手がね。いや、そうなの。食べっぷりにメロメロですもんね。いや、もう本当にクラブプリンセス。ねえ、マーメイさん。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せな時間でした。はい。それではちょっとここでですね、はい、あのぼる塾の皆さんにお土産を、はい、用意させていただきます。まだあります。そう、いろいろいただいちゃって、ありがとうございますね。すいません。ありがとうございます。それはですね、はい、ガレドロワというもんです。はい、実は鳥取がこのガレドロワのナンバーワン、あのグランプリを2回取ってるんです。そのお店が、作った特製のものでございまして、あのお正月ぐらいに、そうそうそう、おっしゃる、そうそう、お正月とかに、あの皆さんでお祝い事をして、でこれを切って、あのフランス人はこれを切ってですね、でそれで切って、あの配った中に一つだけね、あの人形が入ってるんです、はい、でそれが当たった人が、あのさっきのクラブプリンセスみたいにその冠、王冠をかぶって、あ、なるほど、今日はあなたが主役よっていう、はい、であと、あの白ウサギのフィナンシェっていう、あ、フィナンシェ、はい、フィナンシェ、田辺さん大好きです、大好き、はい、あのウサギの形をしております、食べました私、はい、ありがとうございます、お土産に、はい、お土産に、ね、はい、売ってました、はい、食べました、これめちゃくちゃ美味しかったです、はい、ありがとうございます。それからあと、まあ奥州という我が県の今の旬の梨ですね、あ、梨、はい、梨、はい、それからこれが、あの
今甘酒が、はい、あの非常に人気なんですけども、あの星空米の麹で作りました。はい、お米も美味しいから、はいはい、さっき召し上がっていただいた鳥取の特産米です。へ、はい、すごい。それであともう一つ、はい、最後にあらら、あ、これはクラブプリンセスが持ってられてるか。ちょっと、はい、クラブプリンセス、はい、うわゲットしました。すごいこれうわみんなこれ女芸人になりたかんじゃないか、ね、夢のような動画ですよね。ぜひ召し上がっていただいて。いや、はい、ありがとうございます。こんなたくさんいただいて、これ絶対みんな鳥取行きたくなる、ね、いやこれすごいですよ。もうこんだけでもたくさんの美味しいものがあるということで、ね、まだまだありますもんね。他にも鳥取で魅力が、まだまだあります。ぜひ次は鳥取でご馳走します。いやぜひお願いします。いや皆さんもですね、ぜひ鳥取県、そして鳥取岡山新橋間にいらしてください。来てねー。ありがとうございます。シャク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 。